からだっけあれ。あーランクダウンだ。いきなりランクダウンじゃねえかよ。大変なことになってしまったな。そう、そうですね、モサがかなり集まってきてる、集まってきてるというか、まあ、集まってくれてるというか、先ほど僕もフェニッチにボロクソにされて、僕のやってたブレイブルーはままごとやったんやなってことが分かりました。いやー、おー入んねんの、へー、いやーこれはうわーうわー、これ結構イザナミ、あーまあそうでもないか、うわカンカンつって、亡者って読むんやで、そういうなんかブルラジ勢的なブルラジ的なあれでしょ、俺知ってるからね、ちゃんと勉強してるから、俺ちゃんとブルラジ勉強してますから僕は。うわーうわー殴られるんだあれ。千様は響き、そうですね、今響きやってはりますね、昨日冥王に上がったらしいです。響き見てー、千里地うーん、フェニッチやってくれるかな、やってくれなさそうなんで、まあ今村久根さんとかスレイヤーさんがかなり討伐しに行こうとしてるんですけど、あえなく返り討ちにされているという SS 級モンスターなんで、うーん、まあ全一響きというか段位的には全一なんじゃないんですかね、おそらくね、まあおそらく全一響きなんじゃないでしょう、まあ全一なんですかね、まあ段位だけで全一いうことはちょっとね、まあ短絡的かなって感じなんで、まあ、今のところ一番段位が高いのがフェンリッチ響き、響きの中ではフェンリッチってことですね。冥王に上がったってもう意味不明なんですが、いやもう僕も意味不明で分かんないですもん。そう、冥王ってね、一番上の段位、まあ響きの中での一番上の段位ですから、まあすごいなーって感じ。天帝なったらやばい、いやー天帝はどうですかね、というか他に歴史上響き冥王いたかな、まあいるんですかね、ちょっとなんか調べてみよう、プレイヤーズギルドとか見ればわかるでしょう。プレイヤーズギルド、やばい、携帯の充電 15% しかない。まあなんすかね、家庭用でもない限り、その全員の響きが一斉に集まって格付けを行うっていうのがかなり難しいと思うんで、久保さんとか良太さん、あーまあでも英雄止まりですね、大体確かに冥王はいないはず、やばいなあ、ラインの悪魔、あやられた、よっしゃ俺も行く、遅い、広がれ。
ちょいで逃さぬぞ。壊れ逃さぬぞ。受けてみる天外の火焼き払え。人から先ほど受けてみる。どうだよ受けてみる。壊れスライドも悪い。レベル2アクション。遅い広がれ。遅い。受けても壊れる。決まるよ。哀れよね。遅い。全てはね。壊れ。受けてみる。よりよく。カウンター。立て直せ。カウンター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 。くだらねえことしてる。レベル3アクション。無駄だ無駄だ。広がれ。咲き誇れ。壊れろ。受けてみる。読めんな。受け広がれ。咲き誇れ。広がれ。遅い。受けてまえ。壊れ受けてみる。壊れ受けて壊れ。逃さぬぞ。受けてみる。天外の火焼き払え。広がれ。すべては無駄だ。受けてみる。海へと帰る。壊れ受けてみる。逃さぬぞ。壊れ受けてみる。逃さぬぞ。受けてみる。天外の火広がれ。すべてはまだ続けるであろう。受け広がれ。受けてみる。どうだよ。受けてみる。ロスト痛えぞ。さあ次やめてみる。ついてみる。タイミング。ついてみる。鉄スパイク。ついてみる。落ちる。立て直す。どうだ。くらえ。立て直す。逃さない。だよ。鉄スパイク。はい。やばすぎる。
the blood edge. The wheel of fate is turning. Rebel one, action. The wheel of fate is turning.
受けてみる。壊れろ。受けてみる。壊れろ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 。壊れろ。受けてみる。
楽しませよ。くらえ。そっち、けがらは必要なものだ。くらえ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 。く
ことしてん。レベル4アクション。楽しそっち。あだく。やてえぞ。死ぬがいい。来るがよい。来るがよい。そっち来る。そっち。な。けがらしてるのだ。そっち来る。あだくだけ死ぬ。来るがよい。来るがよい。死ぬ死ぬがいい。来る。死ぬ見える覚悟にせよこれ味わえ楽しみだよ死ぬまで運行でも死ぬまで無礼者だ無礼な場面を行くぞ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 目障りだ穴を行くぞ無礼でない楽しませよそっち気がらし死ぬはっ砕け落ちる砕け死ぬのに砕けあだ死ぬ砕け見える砕けてみせよこれ味わえ楽しけどよこれに砕け砕けあだ砕け死ぬのに砕け砕け砕け死ぬのに砕け死ぬ諦めない流行るでよい死ぬよ死ぬよI'm a
くだらねえことしてん。レベル2アクション。楽しそう。ああさよならって感じ。やってしまった。まあ段位なんてね、負けた瞬間なんか段位なんてどうだいみたいなこと言うやつもどうかと思うけど、なんかそういう気持ちがちょっと分かっちゃうのが嫌だな。あ、みかんさんじゃん。はい、対戦会今んとこ F 筐体まで埋まってます。今のとこ F 筐体まで埋まってます。いや、イザナミ強いっていうか天地さんが強い。これはピースしやがる。腹立つ。イザナミが強いってよりもなんかあのちゃんと天地さんが 4D とかから拾ってくるから、あの俺も攻めづらいし、
まあ、僕の攻めも通んなかったんで、あらゆる点で負けてましたね。いやー、まだや、まあ、いや、さすがに岩瀬さんがまだ英雄行ってないのに、僕が英雄行くのはまあおかしな話ですよ。初志貫徹って感じだな。メイカラー解禁してたから、何これ、なんて読むんだろう、なんとかやろうとおさらばかなと思ったけどしてないな。ああ、そのキャラもらう、それもらっちゃいけないんでかける L って感じ。ああ、うわ、目が怖い人だ。え、あ、ダメ、なんて言えばいい、目力が強い人でしょ。いやでも真の英雄は目で殺すっていう格言がやはり。なんでノア君さ、俺が泣きそうになると出てくんの。俺毎回毎回思うんだけどさ、俺がなんか、あ、なんかもう本当俺ブレイブルーマジでもうダメだなとか思いながら、こうパッチラって見たらノア君と目が合うんだよね。おー、カウンセラーかよとか言って、本当に。レモン、レモン、あ、レモン野郎、あ、まあまあ確かにレモン野郎だな。みかんってよりかはレモンだよな、これ。元気玉が連続で当てて当たるんだと思いました。おっと。今のあれ、チョイスしたわけちゃう。いや、ある程度イザナミ使って結構辛い部分分かったと思ったんですけど、まさかそこから拾ってくるかみたいなところで拾われて、いやー、やっぱ目をちげえな。うわー、うーうえー、しかし、カルルが裏落ちしたのかな。イザナミのディストーションで前進して、で、まあ、ジャンシーが、イザナミがジャンシーをくぐった形になりって感じかな。不思議な現象が起きてた。Q さん、25段まで落ちたよ。あ、僕も、あ、いや、そう、それってずるいからね。ずるい、忘れろよ、マジで。いや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 、いや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 、それずるくない。それずるくない。何かじゃなくて、いや、だってナインはもう、いやいやいや、そんなジョジョ立ちしなくていいから。あげるわっつって、あげるわっつって、あげるわっつって。はよ文字団になりたい。いやー、なんだろう、僕文字団員になって分かったんですけど、なんか前、あ、漢字団員、あれなんだろう、前言ってた、まといさんのなんか、今回の団員システムちょっとあれやなっていう話に関して、僕はなんかその時、文字団員やったんで、文字団員というか、数字団員やったんで、別になんとも思わんかったんですけど、いやー、なんすかね、なんか、まぐれで英雄まで行っちゃって、それで、なんか、割と、なんすかね、皆さん、なんか、英雄ガチャを引いてくるってのがちょっと、あ、これ確かにつまらんなっていうのがありましたわ。しかし俺も今日からもう25段ですよ。また新規一転。いやー、悔しい、マジ超悔しい。英雄、何それ、どこにいるの、地方感。そう、いや、英雄、いや、割となんか地方の方がね、なんか団員は今回上がりやすいような気はする。なんか今回はなんすかね、本当にその買ってるやつが、まあ、地方だろうが大阪だろうが、勝てれば団員が上がるっていう多分システムやと思うんで、なんだろうな、地方で結構勝ったり負けたりしてるやつらでも結構上がってると思うんで、わりかしこの地方に英雄が何人おるとかもある感じだと思いますけどね。そう、
ものの30分でコツコツ上げた段位を2つも下げられる郷田優子。別にコツコツ上げたわけじゃないんですよ、あれ。宗家ヒットと栄養は別に1日で慣れたんで、うわ、なんか上がったわとか言って、ガドさんとやってたら上がって、うお、やっと上がったって言ってて、なんか今まで、まあ、目を背けてきたんですけど、今回、天地チャレンジをやった瞬間に死んだっていう。いやまあ、天地チャレンジ以前にフェンリッチチャレンジがあったんで、もうその分の傷がやはり癒えてないまま冥王に挑んでしまったという不覚。そう、被害者ガトーネキっていう。そう、英雄がね2人いれば上がるよっていうか、まあなんだろう、その上の難易になったやつと勝ったり負けたりしてると、そのなんかね、1回負けて1回勝つ、1回負けて1回勝つ、1回勝ってで多分ランクアップ出るから、あんまりなんか段位差があってもって感じ。あ、フェンリッチ押された。そう、ガトーさんとなんかたまたまやってたら上がってしまって、あら、首を振ってエルモ兄貴が、うんうん確かにないわ、ちょっと確かにわかるわかる、うん、ちょっとね3ラウンドはわかるよ。俺もなんかたまに2ラウンドでやりてえなとか思うもんたまになんかアテナ50円ならねえかなとか思うけど、そんなことは絶対ないんだそんなことは絶対ないんだな。いや、モンテカルロとかアーチャーがおかしいんだって。え、フェン様響きが冥王だ、それ。そうですね、冥王ですね。え、お強い、お強い、お強い、確かに。でもフェンリッチいつもはなんか僕に2ラウンドとかなんか1ラウンドぐらいプレゼントくれるんですけど、さっきなんか全部フルでフルボッコされて、あ、これ怒ってるわちょっとって後で謝っとこうって。ふぅ、あこれはちょっと天地さんのイザナミに対してのイザナミに対しての理解力がちょっと足りてないので、は立てばやばいな。1ラウンド目遊ぶからな。そう、いや、そうなんすよ。で、僕の時遊んでくんなかったんすよ。あ、エアさん、珍しい。お疲れ様です。エアガイつかめんだ。名誉ガチャ名誉ガチャとか言うけどさ、これ、多分 SSR 当たる確率 1% ぐらいだぜ、これ。俺まず逆立ちしても勝てねえからさ。うわうわ、え、うおー、立ち入れてんだけどああ、今日の主な供物は村船さんやな。お願い。
ごめんなさい、ちょっと生放送の画面のキャプチャーの仕方をちょっと変えました。暴れというか片目を抜けるポイントがやたら的確なんだよな。あーまあなんですかね、年の功ってやつじゃないですかね。俺今ひどいこと言ったな今。あーすんなおというか確定なのかなあれは。硬すぎる。うーん、やっぱこのレベルになってくるとやっぱり硬いですね。生半可なことではやはり崩れないので、つまり老害。その言葉は人を傷つけるのでダメですね。その言葉はねやはりちょっと人を傷つけてしまうので、やはりちょっと反省していただきたい。あー大変なことだった。さて腫れてないんだけど。あーアニマダメなんだ。おー何今の。アニマはあー変えただけ。うわーアニマダメなんだ。打撃投げ駒投げじゃないのあれ。あ、打撃投げもダメなんだ。はーいって。老害チームかーって。打撃投げも取っちゃうんだな。打撃投げにも負けちゃうんだな、盾は。まあでも言うて打撃投げ、バレットのカッティングシアとか、バレットのカッティングシアとか、バレットのカッティングシアとか、